2分間で解説するドライバー業務。今回は委託ドライバーについて解説します。委託ドライバーとは個人事業主で配送業務を行う人のことを指します。8時間勤めて固定給ではなく、配送件数が収入へ反映されます。基本的に軽くて小さい荷物を軽バンなどの軽車両を使用して配送をします。委託ドライバーを募集する企業によっては車両のリースを行っています。運転免許証と取得した営業ナンバーを用意すれば委託ドライバーとして認められます。荷物を積みに自宅から倉庫へ直行し、荷物を積んだ後、配送先へ向かいます。配送はそれぞれライフスタイルに合わせて配送件数を調整できます。バリバリ働きたい A さんの配送件数は多く、空いた時間に副業として稼ぎたい B さんの配送件数はまちまちです。通販で買い物をする人が年々増加しており、委託ドライバーの需要はますます高まっています。荷物を運び終えたら自宅に直帰して業務は終了です。ガンガン働いて高収入を目指したい、会社に縛られず自分のペースで働きたい、家事や育児の合間にお小遣いを稼ぎたい、そんな人に向いている働き方といえます。それが委託ドライバーの魅力です。ドライバー求人サイトのドライバー。